地震と津波が起きたのは金曜日、3月11日金曜日で、週末を挟んだ、月曜日から、だいたい1000万キロワットの電力が不足をすると予測をされていたために、計画停電という形で、ある一定の地域ごとに停電をするということが、計画されました。で、全て行われなかったんですが、実際にはその節電と合わせてその計画停電が、つい最近まで行われて、市民生活、そして企業で、鉄道、場合によっては病院、信号まで止まるという非常に不便な経験をしています。ようやくまず発電所がだいぶ復旧してきたということもあって、あと節電がかなり進んできたということで、今は解除になっています。で、しかしながら今年の夏に向けては、さらにおよそ500万キロワットが足りないというのが、東京電力とそして政府の見通しで、これについてはこの計画停電があまりにも問題が大きいということで、企業のさまざまな節電努力ですね、生産を週末にやったり夜にやったり、あるいは場合によっては西日本に生産を移したり、あるいは、相互に協力しながら電気を減らすということで、この停電なしでこの夏を乗り切っていこうというのが今東京電力と政府の計画ですね。で、これで電力が足りないということなので、しばらく原子力は使えそうにないということから、今のところ政府と東京電力は環境アセスメントをすっ飛ばしてやらずにですね、発電所、化石燃料の発電所をさらに作って、これを長期的に乗り切っていこうというのが短期的な、短期中期的な計画に今なっているということですね。我々はこの地震が起きた直後から、まずこの今現在、そして今年の夏というこの短期間的にもですね、この計画停電もいらないし、さらに化石燃料を作らなくてもやっていけると。そして、この夏を乗り切れれば、もうこの先化石燃料も原子力も作る必要がないので、だいたいおよそ10年後、2020年に向けて、省エネルギー節電、いわばネガワット発電所とですね、そして自然エネルギーを飛躍的に増やし、さらに2050年ぐらいに向けては、このネガワット発電所と自然エネルギーで全て100%満たすということを提案しています。電力会社が持っている大規模なダムだけで10%賄っている電力、自然の電力を2020年には20ポイント増やして30%にしようというのが我々の提案で、これは中心的な役割は風力発電と太陽光発電、風力がおよそ3000万キロワット、太陽光が7000万キロワット。で、この2つに加えて、あと地熱および環境に優しい小規模な水力発電、そしてバイオマス発電と、この3つがだいたい2、300万キロワットずつ増えることで、全体としてはこの20ポイント増ということが達成できます。これは例えばドイツあるいはスペインといった国々が最近達成している数字を見れば全く問題なくできる水準ですし、日本が持つ自然エネルギーのポテンシャルからすればもう全く問題のない水準でできます。で、コストについてはおよそだいたい50兆円ぐらいがかかると思いますが、これは今、日本は全量買取制度、フィードインタリフを今年法律で導入しようとしてますので、家庭の負担にすれば月にだいたい2、300円、最大2、300円ぐらいだというふうに思います。で、この2、300円というのは、日本が化石燃料、石油が上がった3年前にはですね、だいたい800円ぐらい、500円から800円ぐらい上乗せされていた。コストと比較すれば全く取るに足らないコストですし、単に安いだけではなくて、化石燃料のお金は日本の外に出ていきますが、
自然エネルギーのコストは日本の国内に投資されますので、経済、とりわけ地域経済を非常に活性化する、そういうチャンスになるという、未来志向の投資になるということですね。で、なおかつ化石燃料はこの先どれだけ上がるかわからない上に地球温暖化問題を起こす。そのコストは計り知れないですし、同時に原子力が今回の事故で明らかになったように、原子力が潜在的に持つ極めて高いコストというものも今回福島の事故ではっきりしたわけですから、そういったものと比較をすれば、この自然エネルギーのコストというのは極めてリーズナブルなものですし、なおかつその投資が経済を生み出すということでは、ぜひこの方向に行くべきだというのが私の主張です。日本の自然エネルギーについては、基本的には政治的な理由で、これまで封じ込められていたというのが、実態ですね。まずその第一の壁は政治と政府が、きちんとしたサポートの仕組みを作らなかったこと。これは特に国がですね、原子力ばかりを支援することで自然エネルギーの支援制度についてはほとんど無関心であったということですね。2つ目は電力会社、2つ目の壁は電力会社が、日本は独占会社ですので、この独占を守りたいために自然エネルギーを排除するということで、電力会社が、自然エネルギーを極めて冷淡に扱ってきたというのがあります。で、3つ目は規制の問題ですね。国の規制が霞が関の省庁ごとに縦割りで、しかも国と地方自治体が非常にそのこんがらがっていてですね、ジャングルのような規制と私は言ってますが、非常に複雑でジャングルのような規制がまた普及をとどめていると。で、最後の4つ目の壁というのが社会的な合意形成。自然エネルギーはこれから数が飛躍的に増えていくわけですが、そうした時に従来型と、これまでと同じように東京の大きな会社が地方に行って、風力発電を例えば作るというようなことになると、地方自治体とあるいは地域のコミュニティとどんどんぶつかり合いが生じます。で、日本はもうすでに風力発電に関しては、野鳥との影響、低周波であるとか景観といった問題が非常に、提起をされてきていて、もう普及を今とどめようという話になってますので、これを地域社会の合意の中で、特に地域社会に便益が戻っていくようなですね、そういう地域社会参加型の自然エネルギーの普及の仕組みを作ると、この4つの壁を突破をしないと日本のこれからの普及というのは非常に難しい。技術的には基本的には全く問題ないというふうに考えています。一番変わる可能性がある、しかも変わりつつあるのは、その政治的な、空気というか雰囲気ですね。これまで原子力というものを疑ってはいけないと、原子力を議論すること自身がタブーで、原子力を前提にすると自然エネルギーというのは、取るに足らないものだというのが日本の共通認識 で、原子力がもうほとんど現実的ではなくなったと。で、しかも原子力のその裏にあった問題点がかなり自由に議論されるようになって、そして電力会社が自然エネルギーを封じ込めてきたこと、で逆に、オルタナティブを探さなきゃいけないということから、自然エネルギーのことをみんなが真剣に考えるようになると、これまで、議論されずタブーであったことが、もう党派色関係なくですね、与党も野党も右も左も現職推進も反対もなく、ようやくオープンに議論できる場がまずできたということが、まず第一の大きな変化だと。で、それを前提とすると、一番望ましいのは、やはり東京電力は今回の原子力発電所の事故で、これは一旦倒産するべきだと思いますし、倒産して、した東京電力を一旦国有化、一時的に国有化した上で、送電線をやはり、きちんと切り離すと。これはできれば東京電力だけではなくて、日本全体の送電線は、電力会社から切り離して、全国で、非常に
柔軟で一体的な運用ができるようにして、でそこには自然エネルギーを最優先して接続するというその原則を確立することで、これまでの独占的な電力市場がよりそのオープンで、小さな地域の電力会社も生まれ、自然エネルギーだけの電力会社が生まれるとかですね、全く新しい、むしろ未来志向のエネルギー市場が日本に登場するということを期待しています。